はい、今日ね、3月30日月曜日ということで、今朝ですね、途方を聞きまして、志村けんさんがコロナウイルスによってお亡くなりになられた死去ということで、本当衝撃ですよね。と、志村けんさんって実は妖怪ウォッチとも関わっておられまして、映画妖怪ウォッチの第1弾ですね、ゲスト声優で志村けんさんね出ておられまして、マスターニャーダの声ですね、ホースとともにいうことで、まあ、特別出演されてて、でゲームの方でも一部マスターニャーダの声を担当されてるみたいなんですよね。ということで、まあ、妖怪ウォッチファンにもですねすごく愛されておられる方で、で昔から本当にバカ殿様だとか、最近だったら志村動物園とか、本当にいろんなところで活躍されてて、本当に急な途方だったんでちょっと悲しいですよね。僕の近所でもその新型のコロナウイルス感染した人が出てきただとかいうことで、本当に身近なことですし、でよく知られてる芸能人の志村けんさんもコロナウイルスで亡くなったということでね、ほんと一言ではないということで、とにかく自分ができることをねちょっとずつしていかなあかんなと、やっぱ手洗いうがいもそうですし、他の人に感染しないようにする、そして他の人から感染されないように気をつけなあかんということでね、ちょっといろいろ教訓あるなと思います。じゃんけんするときとかも最初はグーってね言ったりすると思うんやけど、それもね志村けんさんが発明したと、みんなバラバラでじゃんけん出してしまうから、最初はグーで合わせてじゃんけんほいってするようにしようってね発明したというか、まあ志村けんさんが発祥っていうことでね、すごく日本の文化とか日本人の心にね影響を与えている方だなと改めて思います。志村けんさんのねご冥福をお祈りしたいと思います。すごい、これバトル後にマスターニャーダ話しかけてきましたね。先ほどのお主らの戦いぶりなかなか痺れたぞい。これからわしも戦おう、お主らのチームの一員としてな。マジか。マスターニャーダ、ゴースト共に